古金は、江戸時代前期に実在したとされる人物であり、日本の教閣、万水院長兵衛の妻である。歌舞伎等では、長兵衛に応募をおととして知られる人物である。1618年、武蔵国下屋村の地の江戸下屋町に生まれる。父は、人入れ家業を営む山脇宗衛門である。正確な誕生日は不明である。長次で、父、宗衛門の子分であり、 浅草花河戸を拠点とする町役子の棟領であった万髄院長兵衛こと塚本伊太郎と結婚する。4歳年上のいわゆる姉さん女房であった。1657年8月27日、夫、長兵衛が旗本八津大将人義組の棟領、水野重郎在門に暗殺される。この法を受けたお金は顔色一つ変えないほどの貴重さであったと伝えられる。 1664年11月14日、死去した、去年47。長兵とお金の死亡時期には、異説があり、長兵が水野に暴殺されたのが1650年5月13日、お金が亡くなったのは、さらにその60日ほど前の1650年3月16日と、するものである。同説を採用する、実録江戸の悪党の山下正也によれば、お金の父、 宗衛門が山脇家の母大寺である玄空寺に自らよりも先立った娘夫婦を弔い地蔵菩薩を掘った二基の墓を建てたという。戒名は全公寿三神女とするのは三田村園魚であり、三田村によれば同時の古い記録にあるという。玄空寺は道母の建流当時には湯島に所在したが1657年3月2日に起きた明暦の大会以降、 現在の東上野に移転した。四代目、松本幸志郎の三十三回忌、五代目、松本幸志郎の百画市追前工業として、1838年9月に初演された、五節田向花川戸で、すでに、万髄院長兵衛の妻として、お時という人物が登場する。歌川国吉は、1850年4月、連作、柿翼田田向け花川戸を描き、 三代目、岩井久米三郎を演じる、長米女房お時を、数パターン、図像化した。1855年、長米女房お時、あるいは、女房お時を、畠水長兵と共に、三代目、歌川報告が描いている。1881年10月、川竹木網が描いた世話物、極めつき万髄長兵が、東京府本国、春木町の春木座で初演され、 万髄院長兵衛の妻として、おときという人物が登場する。それと共に長兵衛の幼い息子として、長松が登場するが、史実において長兵衛とおきんの間に子がいたかどうかは、不明である。映画においては、おけんあるいは、あきんの役名で、山田イスズラが演じ、歌舞伎を踏襲しているが、テレビ映画では、おきんである。歌舞伎で、おきんを演じた主な俳優の一覧である。生誕順。 日本映画データベース、キネマ旬報映画データベース等に見られる、お金の登場する、劇映画一覧である。末尾の俳優がお金、あるいはそれに相当する役柄を演じた。ありがとうございます。